はい、こんにちは。社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合なんですが、もう年齢的にはですね、老齢厚生年金を受け取っていただける、そういう年齢であったとしてしましてもね、実際は役員さんの場合は、役員報酬が高いですから、年金が支給停止になっていると、そういう方がとても多いですよね。そこで私どもではそういったお悩みを解決できます役員報酬最適化という情報をお伝えしております。役員さんの役員報酬、年間総額は変えないで支払い方だけを変えることによりまして、この支給停止になっている老齢厚生年金を実は受け取っていただけるようになるんですね。ご興味のある経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。